おはようございます、おにちゃです。今日はなんと特別編ザ・チートデイ、イエーイ。いつもはだいたい1300から1500キロカロリーでご飯を食べているんですけれども、今日は、カロリーとか PFC バランスとかもう全く今日は気にせずに、もう好きな食べたいものを食べようと思います。というのもですね、今週なんだか食欲があんまりなくてですね、ちょっと危機感を感じているんです。ちょっとここいらで一発好きなものを思いっきり食べる日があってもいいんじゃないかなということで、今日は急遽爆食チートデイにします。いやー、楽しみって言っても、実はそんなに食べたいもんあんまりないご飯は楽しく食べたいので、 YouTube 見ながらご飯食べちゃおう私は何かこう YouTube とかテレビとか見ながらご飯食べるのが好きです。一人で静かにご飯食べるのはなんかそんなに面白い、それ楽しくないじゃん。いや、そっちの方がご飯に集中して食べる量を抑えられるっていうのもわかるんですけど、楽しく食べなきゃというわけで、これからご飯食べていきたいと思います。今日はどうしようかな。とりあえずですね、今日は鶏野菜スープをお供にご飯を食べようと思います。まずはちなみに今日の朝は納豆とゆで卵を一つずつ食べました。一応タンパク質は一応取っておこうと思ってちゃんと食べたこれも鶏ささみフレークが入って、一応タンパク質を 10g ぐらい摂取できるようになってる10g って少ないな。それではまず一食目はこちら、じゃじゃーん。これはすけさんうどんのおはぎです。すけさんうどんおはぎ、いや、これこの間すけさんうどんに行った時に買ったんだけど、1個食べたんだけど今2個余ってて、ちょっと早くそろそろ食べなきゃなということで、まずこれを食べますそう、爆食チートデイと言いながら冷蔵庫の中の食べなきゃいけない、そろそろ食べなきゃいけないものを食べる日でもありますそれではいただきます。今日はエガチャンネルをお供にいただきますここ数日エガチャンネルにハマってます。めっちゃ面白い、あのマックの初めてのマック動画がめちゃくちゃ面白かった今日はチートデイするということで、もう化粧もバッチリしたし、服もこれこの間買ったばっかり新調したお洋服で食べる最高なんですけど、どうしよう。これビームスで買ったワンピース、あのトスのアウトレットで買ったの、8000円ぐらいなんか食べ物に対する敬意食べ物に対する敬意を全力で払った。家のやらなきゃいけない家事も全部終わらせて、気合を入れてご飯を食べてる。今日はいただきます。鶏ささみ臭い、重いけど、この缶詰あんまり良くないな。前も思った、なんかこれ微妙だなって。多分だけどなんか炒めるとかそっちの方がいい気がするんだよね。うん、っていうか、そろそろ夫が帰ってくる、爆食してるところ見られちゃうおはぎいただきます。おはぎ、よいしょ。よいしょ。でも冷蔵庫入れてないんだ。寒すぎ。いただきます。うん。うん。おま。おま。今日は最高の朝飯を食べに行きませんかっていう動画を見てます。築地編。あー、築地なんかやっぱお店で食べる方が美味しい気がするな自分で食べる、自分で作って食べるより、自分のご飯あんまり、私のご飯あんまり美味しくないよね、思っちゃう。私飯まず嫁だなみたいな、私飯まず嫁だなって思うよ。美味しくないんだよね、ご飯が。やっぱさ、めちゃくちゃ適当に作るの、それは美味しくないよね。いや、本当に適当に作るんだよね。なんか油の温度とかもさ、
すごい適当に作るの。だからさ、夫は唐揚げが好きなんだけど、毎回なんか微妙な唐揚げを出してしまうのよ。なんか硬すぎたりみたいな、ごめんみたいな、ごめんねって思いながらやる。いわゆる、うん、夫が自分で作った唐揚げの方がもう普通に美味しい。全然美味しくない、私が作っても、うん、唐揚げは温度が大事、本当に。ちょっと待って、これ後で食べた方が良くない？私今からさ、辛ラーメンの焼きそばみたいに食べたいんだよな。あ、絶対辛いよね。これラーメンの後に食べた方がいいよね、絶対。ちょっと急遽変更。これ今日はこれを食べたかったんです。やべ見なきゃよかった。一食464キロカロリーとんでもねえ、とんでもねえ化け物だ。もうすでにお腹若干いっぱいなんだよね。実はこの2つも買ったんです。でもこっちはやっぱちっちゃいから、まあ1個が280とかだから、まあ普段のご飯の中で全然食べれる範囲だなと思ったので、今日はこれはちょっとまた明日とか明後日とかまあちょっと後日にして、今日はこのカロリー爆弾の辛ラーメンを食べてみようと思います。辛そう、やば、大丈夫かな、不安めっちゃ辛そうやな、これ。やばい、食べきれる気がせん。辛いけど辛くない。止まると辛いな。食べといた時は辛くないけど。めっちゃ辛い。これ息したら辛い。息を吐いたら辛い。やばい。これはやべ。これゆっくり食べよう。これ尋常じゃない。こちらずっと冷蔵庫にあったロイズポテトチップチョコレート
ちょっとこの機会に、ちょっと一気に食べちゃおうかな。もうずっと気になるんだよね、冷蔵庫にこれがあると。あー、食べたい食べたいってなっちゃうから、ちょっとこの機会にもう食べちゃおう。お腹いっぱいだ。お腹いっぱいなのよ。満腹。これはお姉ちゃんからもらったフランスのチョコです。このちょっとスパイスっぽいやつを食べてみよう。スパイスがかかってる系。いやー、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ辛かった。あ、お腹いっぱいだ。いやー、もうマジでお腹いっぱい。もうなんかお腹が減るまで次は何も食べたくないって気分。お腹が減るまで何も食べないでいようかな、一回。ちょっとそういう期間が必要な気がする。さて、今日はですね、絶対やりたいことがあるんです。それは、筋トレ!筋トレ!子供がちょっと風邪をひいておりまして、しばらくジムに行けなかったので。いや、今日は久しぶりにジムに行こうと思います。いや、いっぱい食べたしね、しっかり追い込みたい。もうしっかり追い込みたいと思います、今日は。それでは、ジムに行ってきます。バイ。